はい、道楽道場です。例の白いベスパですけどね。ちょっとね、これ、裏側見てみたらね、若干錆びてね、穴が開き始めてるみたいなので、あ、ちょっとこの辺をね、まあ、なんとか、塞いでみようかなと思ってですね。で、事故車のフェンダーもらってきたので、ここにね、貼り付けてみようかなと思います。はい、切り取りました。なかなかね、見れない光景なのでね、ここにこんな補強が入ってますね。これワイヤー通すときに、あ、これもあるんだなと思ってね、考えた方がいいかなと思いますね。なるほど、なるほど。そういうことですか。じゃあもう少しね、この辺切って、鳴らしていきたいと思います。はい、そしたらね、型紙で大体のね、大きさを書いていきます。感じかな？はい、型紙を作りました。こんな感じでね、このフェンダーをね、切り取ってここに貼ればいいということですね。はい、一応ね、錆止めを塗りました。錆の上から塗れる、屋外用のね、塗料です。汚いですよ。まあ、見えなくなっちゃうんでね。はい、じゃあ溶接していきます。こう、高さがね、ちゃんと出てると、切りパッとつけていきますね。
さあ、こんな感じでここをね、全部繋いでいけばいいんじゃないでしょうか。さて、こんな感じに仕上がりました。仕上がりましたというか、ね、もうぐちゃぐちゃですよね。まあ、これで一応は、段差も少なくね、なってるはずですね。これをね、サンダーで平らにすりゃいいっちゅうわけですよね。サンダーで平らにしました。まあ、こんな感じですかね。まあ、スポットのとことかね、もうボコボコですけど、この辺平らにする意味もないんで、まあ、こんな感じだと思います。あと、パテを持ってね、まあ、簡単に成形して、塗装をね、塗装というかね、まあ、このやれた車体をね、活かしたいんで、まあ、ここ見えないとこなんでね、まあ、とりあえずここだけ簡単に錆びないように塗装していいにしようかなと思ってます。あとこの辺はどうしようかちょっと悩みどころですけどね。下にちょっと当てがって、これをここでくっつけて、まあこの辺もまあどこか境目を作ってね、つないでいこうかなと思うんですけど、難しいですね。まあこのぐらいはないても別にいいですけどね。というわけで、ね、この継ぎはぎ板金ですけど、はっきり言ってすんごい楽しいです、これ。なんかね、まあこういうちょっとね、高度な部分、難しいところだとあれですけど、この辺はね、本当にちょっと楽しくなってきましたね、これ。まあというわけでね、まあ今週はこのぐらい。あとは、まあちょこちょこね、サビ穴とか、まあ綺麗にしすぎない程度に仕上げていこうかなと思ってます。というわけで、今週はここまでです。